はい、望月凛です。今回は TBS でテレビ番組のディレクターを経験した後に生命保険会社に転職し、1年で全国の営業社員約3200人の中で1位の成績を叩き出した金沢明俊さんの書かれた影響力の魔法を解説していきます。この本は一言で言うと、人を動かす方法を教えてくれる本だ。人を動かすか。ああ、人の心を動かし行動させる力のことを影響力という。影響力か。インフルエンサーとか芸能人とかアイドルのような人たちが持っているものですよね。そうだ、実際に何の変哲もないただのバナナでも野球選手である大谷翔平さんがおすすめすれば売り切れてしまうし、平凡な服でも人気のアイドルがおすすめすれば売り切れてしまうだろう。うぬぬ、確かに影響力って強いな。そうだ、このように自分に影響力があれば自分の売りたい商品を売ることができるし、おすすめした商品を買ってもらったり、自分のフォロワーになってもらったり、さらには部下にうまく仕事を進めてもらうことができるんだ。もちろん恋愛もうまくいきやすいだろう。逆に自分に影響力がなければ誰も言うことを聞いてくれないし、おすすめした商品を買ってもらえないし、部下もなかなか言うことを聞いてくれなくなる。なるほど、確かにダサい先輩の言うことは聞きたくないですもんね。でも僕みたいな普通のサラリーマンでも影響力って身につけられるものなんですか？可能だ。もちろん大谷さんみたいな巨大な影響力を手にすることは才能がないと難しいぞ。だが目の前のお客さんを動かすような影響力は誰でも努力で身につけることができる。へー。そこでお前と同じように最初は全くダメダメな状態から徐々に影響力を身につけていった著者から人を動かすための方法について学ぼうというわけだ。なるほど。今日の授業を受ければそんな人を動かす方法を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、人を動かしているのは 99.99% 感情である、だな。人を動かしているのは感情か。ああ、というのは人は感情、つまり心が動いた時に思い切って行動する生き物だからだ。ほう。実際に車や腕時計、ブランド品や指輪、アクセサリー、香水、楽器、家など何か高いものを買う時は、値段や効果を踏まえながらも最終的な決め手となっているのは、これしかない、かっこいい、なんか気に入った、なんかピンときたといった感情のはずだ。確かに試してみてしっくりきたら多少高くても買いますもんね。そうだろう。特に高い買い物であればあるほど、機能や値段はとりあえず置いといて、気分が上がるか自分の心が動くかどうかが買うか買わないかの決め手になっているはずだ。そうですね。このように人は理屈ではなく、なんかいいといったポジティブな感情に突き動かされて物を買うんだな。ある意味アップルウォッチやルイ・ヴィトンのバッグがこれほど売れるのは、機能が優れているからというよりは、芸能人もつけているし、なんかかっこいいからだろう。そうかもしれませんね。そして商品と同じように、接客でも相手をポジティブな感情にさせる方がいいんだ。接客？例えば営業マンや店員で言うと、相手の心の中に、この人は信頼できる、この人はなんかいい、この人の応援がしたいといったポジティブな感情を生み出すことができた時に、じゃあ一つくださいという感じで相手を動かすことができるというわけなんだな。なるほど。確かに気持ちのいい接客の店員さんっていますもんね。逆に売れない営業マンや店員は、相手の心の中に、この人は信頼できない、なんか気に入らん、話長えよといったネガティブな感情を生み出してしまっている。特に強引に商品を売り込んだり、出会ってすぐに商品の話を始めたり、チャラかったり、または話が長かったり、いきなり電話をかけてきたりすると、相手の感情はマイナスに傾いてしまう。すると商品がどれだけ素晴らしくても買ってもらえなくなるんだな。確かに気に入った商品があってもイラつく店員さんのいる店では絶対に買わないですもんね。少しでも良くしてくれる店員さんのところで買います。そういうことだ。ほら、感情で動いているだろう。確かに。ここでは、人を動かしているのは感情であるということを覚えておいてくれ。了解です。次は、目先の利益を捨てて、ただ相手の役に立つことをする、だな。相手の役に立つことをするか。ああ、というのはさっき人は、
ポジティブな感情になった時に行動するということを説明した。はい。であれば私たちがやらなければならないのは、接客したお客さん、取引先の相手、マッチングアプリで出会った相手などをポジティブな感情にさせることになる。なるほど。でもどうやって？まず大前提として相手をポジティブな感情にさせるには、決して目先の利益を負わないことだ。目先の利益を負わない？うむ。例えばいきなり商品を修理したり、いかに商品が優れているのかを求められていないのに説明し始めてはいけないってことだな。ただ相手の話を聞いて、聞かれたことに答えて楽しい雑談をすればいい。1円にもならないけど与え続けるんだ。つまり売りたいけど売り込まないってことですか？そうなる。この一見矛盾することができるのが売れる営業マンの特徴になる。わかりませんね。なんで商品を売り込まないのに相手の気分を良くしているだけで商品が売れるんですか？それは負い目を感じてくれるからだ。負い目？そうだ。例えばスニーカーを買いに行ったとしようか。はい。この時に1時間ほど店員さんに話を聞いてもらって、スニーカーを10足くらい試着させてもらったとしよう。こうなると1時間後、負い目を感じて何も買わずに店を出るのは忍びないだろう。確かにそうですね。長々と接客してもらったわけなので、お礼に何か買っていこうと思います。うむ。このように売り込まなくても相手の役に立ってポジティブな感情にさせていれば、相手は負い目を感じて何かお返ししないといけないと感じるんだ。だからネットで買えば少し安いけど、多少割高でもお世話になったこの店で買っていこうと思ったりする。確かに僕それで買ったことありますよ。これだ。デートも同じ感じで、車で迎えに行ったり、美味しいレストランを予約してご馳走したり、相手の話を聞いたりすると、相手の女性はもらいすぎているから負い目を感じるわけだ。だから何かでお返ししたくなる。何でお返ししてもらえるのかはご想像にお任せするが、とにかく目先の利益を捨てて、ただ相手の役に立つことをしていれば、帰り際に相手から帰ってきやすいということなんだな。なるほど。でも帰ってこないこともありますよね。もちろんだ。だがその場で帰ってこなくても後日帰ってくることもある。後日？例えば相手をポジティブな感情にさせていれば、後日マンションを引っ越して火災保険に入らなければならなくなった時に、ああそういえば前にお世話になったからあそこで火災保険に加入しようとなるわけだ。そうか。このように自分のために相手を動かすという考え方をやめて、ただ目の前のお客さんの役に立つことが大事なんだな。ここでは目先の利益を捨てて、ただ相手の役に立つことをするということを覚えておいてくれ。了解です。さて、ここからは具体的にどうやったら目の前のお客さんの役に立って気分を良くすることができるのかについて説明していく。はい。まずは相手が話したいことを引き出すことだ。相手が話したいことを引き出すか。ああ、これは耳にタコかもしれないが、コミュニケーションにおいては話すより聞くことが大事になる。まあそうですよね。そしてこの世界のほとんどの人は、話を聞くよりも自分の話を聞いてほしいと思っているんだ。実際にこっちの質問や話を全く聞かずに診察を進めていってしまう医者よりも、質問やこっちの考えを汲み取って親身になって話を聞いてくれる医者のところへ行きたいはずだ。そうですね。だから営業マンが商品を売るには、とにかく相手の話を聞きまくる必要がある。相手が満足するまで話に付き合うことができれば、必ず相手は感謝の気持ちと、話を聞いてもらって悪いなという負い目を感じて、こちらに何かをお返ししてくれるはずだ。そうか。ポイントは、何かを売ろうとか、この商品を売りたいとか考えずに、とにかく一緒に楽しいひとときを過ごすことに意識を集中させることだ。間違っても、俺の話術で爆笑させてやるぜ、クッククとか思わないことだな。そう思っていた時期が俺にもありました。でも相手が喋ってくれなかったりして、なかなか話が盛り上がらないことがあるんですよね。うむ。話を盛り上げるには、相手が話したい話題を見つける必要がある。話したい話題か。そうだ。でもどうやって？この本では、相手からぶしつけに聞き出そうとしたり、探り出そうとするのではなく、当たり障りのない会話をしながら言葉のキャッチボールをするといいと書かれている。つまり、家族、子供、スポーツ、趣味など広く浅く雑談をしながら、相手の金銭に触れる話題を探すんだ。
いわゆる魚群探知機みたいな感じで雑談して、どこに相手の興味がある話題があるのかを探るイメージだな。なるほど。そして相手が興味のある話題を見つけたら、その話をしてもらうんだ。どうすれば相手の興味のある話題かどうかがわかるんですか？とにかくいろんな話題を出しながら相手の表情を観察することだ。観察？そうだ。お前だって韓国アイドルや昆虫の話とかは死ぬほどどうでもいいけど、ポケモンとか機械時計みたいに自分の興味のある内容が出てくると声が高くなったり、目が鋭くなったり、身を乗り出すだろう。確かにそうかも。人は必ず興味のある話題が出てくると話したくなって表情に変化が起こる。この変化を観察して、ここだという話題で話すことが大事になるんだな。また決して相手の感情を否定せずに徹底的に寄り添うことも大事になるな。否定しないことは大事ですよね。そうだ。まあこれは言葉で言うのは簡単だが、実際にやるのはとても難しい。だから実践しながら覚えていくしかないな。ここでは商品を売るには相手が話したいことを引き出すということを覚えておいてくれ。わかりました。次は相手の心を動かすには頑張っている人を演出するだな。頑張っている人を演出する？ああ。というのは人は誰しも一生懸命になって全力を尽くしている人は応援したくなるからだな。ほう。実際にマラソン大会でビリッケツでも最後の最後まで諦めずに走り切った人は多くの人に感動を与える。また無名のプロゲーマーでも命がけで頑張っている人は応援したくなるだろう。そうですね。このようにどんな場面でも本気で頑張っているのが伝わる人は、ただそれだけで相手の心を動かして、頑張っているあの人に頼もう、何か力になってあげたい、結果が出せるようにしてあげたいという行動を起こさせることができるんだな。なるほどな。職場でも先輩から言われたことをメモしたり、お客さんの話をしっかり聞いたり、毎朝一番早く出社したり、お客さんの名前を覚えたりなど、頑張れることは頑張ってみることだ。あんまり頑張れないときは？演出でもいいから、俺頑張ってますアピールはしておいた方がいいな。なるほどな。ちなみにリンさんは頑張っているんですか？はい、頑張ってます。へえ。ただ個人的な話をすると、頑張りってつま先立ちみたいな感じで長くは続けられないと思うんだ。だから長い目で見ると、ただ自分が好きで興味を持ってやっていることを周りから頑張っていると思われるのが一番いいと思うぞ。実際に私はほぼ365日休むことなく毎朝仕事をしている。だけどそれは興味があるからやっているんだな。でも周りからは努力していると思われるだろう。なるほど。まあ最後のは余談だ。ここでは相手の心を動かすにはとにかく頑張っている人を演出するということを覚えておいてくれ。了解です。次は相手の心を動かすには誰もが一目置く実績を作るだな。実績か。ああ。というのは当たり前だが、実績というのは影響力の中で最も強いものになる。例えばボディービルのコンテストで入賞している選手から筋トレを教わるのと、ほとんど無名のボディービルダーから筋トレを教わるのでは、間違いなく前者から教わりたいと思うだろう。そうですね。有名な選手に自分の話を聞いてもらえるだけでも嬉しいですね。うむ。これは職場でも同じで、実績のない新人が会議で何を言ってもなかなか相手にしてもらえないが、実績のある人が何かを言うと響いたりする。いわゆる鶴の一声というやつだな。はい。このように実績はものすごく強い影響力を生み出すんだな。だから誰もが実績を作る方がいいのは間違いない。でも待ってください。僕は普通のサラリーマンなんですよ。イェール大学の助教授でもなければ、東大を中退して起業したわけでもないし、メジャーリーガーでもない一般サラリーマンなんです。実績なんてないんですよ。うむ。だからこそ小さくてもいいから、何としてでも実績が欲しいところだ。でもどうやって？ここまで説明したように、とにかく目の前のお客さんを大切に扱って、話を聞き、人よりも頑張って販売数や契約数などでコツコツと実績を上げていく必要があるんだな。遺伝でほとんど決まる学歴は無理でも、地道な仕事の結果で実績を上げることは今からでも可能だ。なるほどな。ここでは相手の心を動かすには誰もが一目置く実績を作るということを覚えておいてくれ。了解です。次は印象に残る自分のキャラを打ち出すだ
だな。印象に残る自分のキャラを打ち出す？ああ、というのはお客さんに自分のことを覚えてもらった方が親密になれるからだな。ほう。実際に2回目に会った時に、あ、前に親切にしてもらった人だと思い出すような個性的な特徴がある店員さんの方が、その相手のことを親密に感じるだろう。確かに、単純接触効果ってやつですかね。そうだな。人は基本的に会う回数が増えるほど警戒心が薄れていき、親しみや親近感を感じるようにできているんだ。とはいえ、自分のキャラを出すためにいきなり TPO をわきまえない奇抜な格好をしても、初めて会った人には不信感を抱かれてしまうこともある。営業マンなのに紫色や白色のスーツだとさすがによろしくないからな。そうですね。そこでまずはシンプルに伸びている人の服装を丸パクリした上で、少しだけ自分っぽさを取り入れていくといいんだな。ほう。例えばこの著者の場合は、紺のスーツに白シャツ、黒革ベルトに黒革靴、時計は黒革ベルトに白いフェイス、髪型は横を刈り上げるという、売れる営業マンの王道となる服装を軸にして、その代わりにネクタイやペンケース、ボールペン、手帳、小物などは全てピンク色に統一しているそうだ。すると当然相手の記憶に定着するし、ピンクが好きなんですかと質問もされて、自然な形で会話や自己紹介が行えるため、距離感が近くなるということだな。考えられてるな。確かにこの前歯医者さんに行ったんですけど、その先生の胸ポケットにミニオンのボールペンが刺さっていたんですよ。それで可愛いなと思って、ミニオン好きなんですかって会話が生まれました。うむ、まさにそれだ。このように売れるための服装を軸にして、少しだけ自分はこれが好きという自己表現を混ぜることで、自分のキャラクターを打ち出し、印象に残すことができるということだ。ここでは、売れる格好を真似しながら印象に残る自分のキャラを打ち出すということを覚えておいてくれ。了解です。次は、相手の心を動かすには、数字や情報ではなく、ストーリーを伝える、だな。ストーリーを伝えるか。ああ。というのは何度も言っている通り、人は感情で物を買うわけだが、その感情を動かすのは数字ではなくストーリーだからだ。ほう。実際に同じような腕時計でも、防水機能がとか、パワーリザーブがすごいとかよりも、その腕時計には長い歴史があり、昔の探検家がつけ始めたのが始まりで、職人さんが一つ一つ手作りで長い時間をかけて作っているので、とか聞くとぐっと引き込まれるだろう。確かに歴史があるものだと思うとグッときますね。これは人も同じだ。お客さんの話を聞き続けていると、たまにいつからここで働いているんですかみたいなパスが来る時がある。この時にさらっと自分の魅力的なストーリーを語れば、ただの営業マンに興味を持ってもらえるというわけだ。ほう。この著者の場合は、33歳で TBS を辞めて保険の営業マンになったというストーリーを持っている。それはぬくぬく生きるよりも自分の実力を試してみたくなったからなのだそうだ。へえ。こういうストーリーはギャップがあることが重要だ。少し普通じゃない動機やストーリーがいいんだな。でも僕に著者さんみたいな魅力的なストーリーなんてないんですけど。自分のストーリーは語り方次第だ。少し捏造してもいいから、この仕事をするに至った魅力的なストーリーを作っておくといいだろう。ほら、いや、ここしか採用されなかったんですよとか、この仕事嫌いなんですよねとか言っている営業マンはなんか嫌だろう。確かに。ただし注意点として、自分からストーリーを語るのではなく、叱るべき時や相手から聞かれた時にさらっと言うのがポイントだな。相手の話を聞くことが一番大事だからな。ここでは相手の心を動かすには、数字や情報ではなくストーリーを伝えるということを覚えておいてくれ。了解です。次は、相手の心を動かすには小さな約束を守り続けることだな。小さな約束か。ああ、というのは当たり前のことだが、約束を保護にすると相手の感情がネガティブになってしまうからだな。実際に今日中に連絡しますとか、明日の15時までに提出しますといった大事な約束を破ると、あれとか、あ、この人は信用できないなとなるし、今度飯行こうぜとか、10月に連絡するねといった些細な約束であっても、破ってしまうと嫌われたり失望されたりしてしまう。なるほど。やっぱり小さな約束を積み重ねる必要があるんですね。そうだ。ビジネスは信用で成り立っている部分があるからな。
約束を守ることに少しプレッシャーを感じるかもしれないが、それを乗り越えるからこそ自分に影響力が乗ってきて大きな結果が出せるようになるんだな。でもどうしても守れない約束もありますよね。ふむ、できない約束はしないことだ。相手の関心を買いたいという思いがあると、私たちはついつい無理してできそうもない約束をしたり、社交辞令を言ってしまったりする。だが守れない約束はしないように気をつけるといいだろう。わかりました。ここでは相手の心を動かすには小さな約束を守り続けるということを覚えておいてくれ。はい。最後は他人の能力に頼ってお客さんの役に立つだな。他人の能力に頼ってお客さんの役に立つか。ああ、というのは人の役に立つということを考えるときに、必ずしも自分の力だけで役に立たなきゃいけないわけではないからだ。え、そうなの？ああ、むしろ他人の力を借りた方が多くの人に貢献できる可能性が高いだろう。実際にフリーランスになりかけの人が税理士さんに迷っているときに、自分の担当をしてくれているおすすめの税理士さんを教えてあげたりすると結構感謝されたりするからな。なるほど。その他にも、最近肩こりがひどくてということをお客さんがこぼしたら、自分がお世話になっている整体師を紹介してあげればいい。そうすると後日、今度は整体師さんから保険に入りたい人がいると言われて、逆にお客さんを紹介される可能性もあるし、お客さんがいい整体師さんを紹介してくれてありがとうございますとお礼を言いに来てくれることもあるかもしれないな。そうか。このように自分の専門であれば自分が相手の役に立てばいいんだが、もしお客さんの困っていることが自分の専門外であれば、それを専門にしている人を紹介して役に立とうとすることだ。なるほど。ただ注意点として良くないものを紹介してしまわないように気をつけることだな。粗悪なものを相手に紹介してしまうと、こいつセンス悪いわという感じで信用も下がってしまうからな。そうですね。だから最初に言った通り、本気で相手のために役に立つことだけを考えて行動することが大事になる。ここでは他人の能力に頼ってお客さんの役に立つということを覚えておいてくれ。了解です。まとめだな。人を動かす方法。人を動かしているのは理屈ではなく 99.99% 感情である。相手をポジティブな感情にさせることが大事。そのためには目先の利益を捨てて、ただ相手の役に立つことをする。商品を売ろうとせずに売る。具体的にやれること。聞き役に徹して相手が話したいことを引き出す。頑張っている人を演出する。誰もが一目置く実績を作る。印象に残る自分のキャラを打ち出す。数字や情報ではなくストーリーを伝える。小さな約束を守り続けること。他人の能力に頼ってお客さんの役に立つことだな。特に気になった部分はあるか？そうですね。ただ単純に相手のためにやっていると、相手が負い目を感じてお返しをしたくなるっていうのは面白い発見でした。そうか。まあ偏方性の原理ってやつだな。大事なのはとにかく相手が自分といる時間をご褒美だと感じるように意識することだな。相手を動かしたいのなら、まず自分が相手の思い通りに動かないといけないのかもしれないですね。お前、なかなか深いこと言うじゃないか。ありがとうございます。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。